世界で最もウィアードな大会ワオリンピック2018が今始まろうとしています。実況は私金子康史、解説には笠原啓二郎さんでお送りいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ワオリンピック選手の入場です。いずれもワオリンピックにふさわしい選手たちが華やかに入場行進しております。そしてこちらが今回の選手たちのプロフィールになります。笠原さん、この中で注目する選手といったら誰になるでしょう？やっぱドギー選手だね。絶対王者なの彼は。さあ、これから国民的スターブッチさんによって聖火台へと聖火が灯されます。今聖火台へと聖火が灯されました。ワオリンピックの開幕です。もう一瞬ワオワラ。まずはワオリンピック最初の競技、シーソーボックスです。一番出走のロンドン選手の意気込みを聞いてみましょう。自分に合った最高に輝いたメダルを目指して頑張りたいと思います。です。ロンドン選手、コーチとともにスタートに立ちました。ワオリンピックは技術点、ウィアード点、笑い点で採点されます。さあ、スタートしました。速いスピード、飛んだ。オープン360を決めたね。スローを見てみましょう。着地もクリーンだね。シーソーだから不安定だけどきっちり決めてきたね。さあ、点数はどうでしょう？ 13.6 ポイント。そうだね、ウィアードと笑いが少し足りなかったかな。まあ、あんま練習もしてねえけど、気合だよ。気合で頑張るぜ。続いての選手はオイリー選手です。スタート前にコーチがアドバイスをしています。オイリー選手はコーチと仲悪いんだよね。オイリー選手がスタートしました。スピード調整してシーソーボックスに乗りました。スムーズな着地。オイリー選手、渾身のガッツポーズ。スローです。まあ、スロー見るまでもないんだけどね。50-50 だよね。さあ、採点の方はどうでしょう？まあ、まっすぐ行くだけだからね。出ました。トータル 10.8 ポイント。しかし、オイリー選手は納得がいかない模様です。コンディションはバッチリなんで、金メダル目指して頑張ります。絶対王者、ドギー選手の登場です。集中してるね。スタートしました。おっと、スイッチスタンスをアピールしている。そして乗った、止まった。と思ったらでんぐり返し。彼らしいトリックが出たね。これぞワオリンピックなんだよね。さあ、スローです。スイッチスタンスからバックサイドボードスライド、そして両手をついてでんぐり返し。これは文句のつけようがありませんね。さあ、ジャッジの方はどうでしょうか？出ました、 21.4 ポイント。高得点が出ました。次の種目はこの4つのボックスを組み合わせて争うフリースタイル4連ボックスです。続いてはオイリー選手が1番の出走です。相変わらず仲悪いな。さあ、スタートして左右ずらしたボックスの上をぴょんぴょん通過しました。オイリー選手にしては頑張った方だね。これはコーチは大喜びです。スローを見てみましょう。このトリックはボードコントロールができてないと難しいんだよね。ベテランならではのテクニックが出ましたね。さあ、得点はどうでしょうか？14ポイント。先ほどより点数は良かったのですが不満そうですね。そして先ほど良い滑りをしていたロンドン選手、ちょっとコーチが甘やかしすぎなんじゃねえかな。これコーチに押してもらいながらスタートしました。さあ、ロンドン選手は斜めにずらした配置です。これはポイントが高いよ。さあ、乗った。エッジをコントロールして最後にボードを横にした。おー、よく決めたね。
コーチも興奮しております。さあスローで見てみましょう。ちょっとここでぐらつきましたが、そうだね、でもリカバリーして最後はバックサイドボードスライドを決めたね。出ました 19.9 ポイント。これはなかなかの高得点ですね。ロンドン選手も納得の様子です。さあ来ましたドギー選手、コーチがかなり興奮しておりますが、これでも集中してるね、絶対王者らしいよね。さあスタート、ドミノに並べられたボックスに飛び乗り、板を横にしたまま全部渡り切った。信じられないトリックが出たね。これは見た目より難易度が高くてウィアードトリックなんだよね。コーチも大興奮です。さあスローを見てみましょう。ボックスをこすらずにボックスの上をジャンプしていくというのはボードコントロールが神がかっている証拠なんだよね。そして最後はジャッジにこれでもかというくらいのドヤ顔でアピール。さあ得点はどうでしょうか。21ポイント。これもまた高得点です。さすが絶対王者の滑りを見せつけました。さあここで選手たちの栄養補給、むしゃむしゃタイムの様子を見てみましょう。笠原さん、これまでの選手の滑りを見てどのような印象を受けましたか。やはりドギー選手はミスターワオリンピックと言っていいほどの滑りを見せてきたね。何が出てくるか分かんないから宇宙人なんじゃないかなロンドン選手は今時っぽい滑りをするね。もう少しビアードを意識しないと金メダルは難しいかもね。オイリー選手は滑ってないからね、コーチとのやり取りの笑いポイントは高いよね確かにそうですね。さあそれでは最後の種目、直角ボックスになります。今度の種目、未だかつてクリーンにメイクしたところを見たことがありません。この大会でクリーンにメイクする瞬間が見れるのでしょうか。さあこの時点で 20.2 ポイントのオイリー選手、頑張ってほしいですね。さあスタートしました。ボードをコントロールしてノーズを入れてテールをロック、おっと手をついてしまった。直角の形にはなれました。いやーよくやったよ。オイリー選手悔しがっています。スローです。ノーズを入れてテールをロックするまでは良かったんだけどね、やはり下に下がる衝撃を抑えることができなかったね。でも大健闘。得点はどうでしょうか。出ました 17.5 ポイント。ベテランの意地を見せたね。オイリー選手最後はコーチとのパワーハグ。続きましてロンドン選手です。この直角は本当に難しいからね、彼はどうかな。スタートしました。若干ゆっくりなスピードでノーズを刺しました。おっと転倒、大丈夫か。テールをロックできなかったね。さあスローです。勢いよくノーズを入れたんだけどね、板がずれてテールがロックできなかったんだな。さあ得点です。この時点で 4.2 ポイント以上なら銀メダル。出ました 12.5 ポイント。銀メダル以上は確定です。しかし納得のいっていない様子ですね。こけたのにね。さあここで大注目のドギー選手です。 3.6 ポイント以上で金メダルです。コーチ興奮しすぎだろこれ。さあスタート、いいスピードだ。ノーズを刺して来た来た、手はついていません。世界初となるクリーンメイク、そして直角の姿勢も完璧です。これは歴史的な瞬間を見てしまったのではないでしょうか。笠原さん感動した。このトリックをここまでクリーンメイクできるなんて本当に奇跡だよ。そしてライバルの選手やコーチもこの歴史的瞬間を称えています。もう一度スローで見てみましょう。この直角はノーズを入れてテールをロックした瞬間に体感重力2トンにまで達すると言いますが、笠原さんどうでしょうか。うまく体を小さくして耐えたね、素晴らしい。さあ気になる得点を見てみましょう。 3.6 ポイント以上で金、これはもう間違いないでしょう。出ました
27.6 ポイント、ワオリンピック史上最高得点です。ロギー選手金メダル、また歴史に名を残しました。それではロギー選手によるウィニングランです。おっと、これは以前失敗した八角ボックスですね。リベンジできるのでしょうか。素晴らしいウィニングランでした。感動をありがとう。さあ、金メダルを獲得したドギー選手にインタビューです。すいません、夢にまで見たゴールド、まだ皆さんや応援してくれた皆さん本当にありがとうございました。メダルの授与式です。国民的スターブッツさんがメダルを授与します。銅メダルはオイリー選手、銀メダルはロンドン選手、そして金メダルはドギー選手です。やはり絶対王者は強かった。これでワオリンピック2018閉幕となります。実況は私金子康氏、解説には笠原圭次郎さんでお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。わお、わら、アディオス。さあ皆さん、とんだ茶番でしたが、なことないっすよ。激しかったっすよ、はい、お付き合いありがとうございました。あざわれよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい撮影ができたと思ってます。わおから登録してくれた瞬間ビッグ M ありがとうございました。いつも皆さん優しくデイブ書いてもらえてありがとうございます。また来年はもっと出れるようにかますぜ。いや、去年はギャン泣きファイナルだったんですけど、いや、こんなに楽しい仲間との撮影やっぱり毎回最高ですね。みんなとの思い出できました。また来年も祝よろ願います。じゃあ最後に恒例の集合写真撮ろう。イエーイ。はい、レッコーしました。わおわら。